が聞いた一夜の話はその感受性をつびつび刺激するね。肉体を眠らせてスピリアだけで2000年を生きる眠り姫、いい絵の題材になりそうだよ。何が眠り姫だ、妹のスピリアに住み着きやがってろくでもねえやつだよ。我が主への侮蔑的発言と認識、撤回を要求する。ああ、そっちこそ妹のスピリアに勝手に取り付きやがって何言いやがる。はいはい、静かに。琥珀が起きちゃうでしょ。琥珀はリチアのことを大切な友達って言ってた。我が主を大切な友達。この世界を2000年もゼロムから守ってくれた。だからリチアがどんな人かはわからないけど、俺は助けてあげたい。琥珀のスピルーンを全部取り戻して、スピリアだけで生きているリチアを本当の体に戻す。それがデスピル病をなくす方法だって琥珀は言ってた。よくわかんないけど、琥珀の温かい思いがソーマを通して伝わってくるんだよ。これはソーマリンク、人のスピリア同士をつなげるソーマ本来の機能だ。だがこの力は未完成だったはず。スピリア同士をつなげるだと？人の妹と勝手にスピリアつなげてんじゃねえよ。そんなこと言われてもソーマが自然につなげちゃうんだよ。はあ、そうかそうか。砂漠で一夜、若い男と女がガオンスタベン何につなげやがったんだろうな。あ、おっさん、何ろくでもねえこと言ってんだよ。本気で殺すぞ。一夜もゼロも知るか。フランスールへ急ぐぞ。こら、今すぐにでもスピルーンを全部取り戻して、こいつと琥珀を引き離すんだ。いいな。どうしたの、みんな。なんでもないのよ。なんでもなくはない。さあ、ブラスールへ向かいましょう。シング、まだ琥珀とソーマリンクしてんのか。うん、繋がってるよ。なんだその得意げな面は。今すぐそのリンクを切れ。出なきゃ俺とソーマを交換しろ。嫌だよ。このソーマはじいちゃんの大事な形見なんだから、琥珀のと交換すればいいだろう。バカ野郎、そんなことしたらてめえと俺が繋がっちまうだろうが。仲がいいわね。二人のソーマもリンクしそう。誰がこんなやつを。ごめんこうむるっての。それはこっちのセリフだよ。喜びの感情が琥珀に戻った。きっともうすぐ琥珀の笑顔も見られるはずだよな。琥珀の笑顔。うん、初めて会った日にしか見てないけど、すっごくドキドキしちゃう笑顔なんだ。ドキドキ。理解不能。自分の疑似スピリアには設定されていない感情だ。琥珀と出会うまでは俺にもこんな感情設定されてなかったよ。でもさ、この気持ちを知らないなんて、クンザイとも案外お子様だな。十分お子様のてめえが偉そうに語ってんじゃねえよ。
琥珀、随分疲労が蓄積しているようだな。自分の相馬のマッサージ機能を利用するか。マッサージ機能？軍隊とってそんなことまでできるの？皇帝、全身のコリを優しくほぐすまったり手もみモードをはじめ、ツボ押し、足裏マッサージ、整体、美容送信、アロマなど各種モードが選択可能だ。そんな素敵機能が？クンサイトにマッサージを。琥珀、やってもらえないよ。じゃあお願いします。了解。独占疲労回復マッサージ括弧30分コース括弧閉じるを開始する。マッサージ終了。琥珀、疲労は回復したか？うん。またお願いしていい？問題ない。なんか琥珀の声聞いてたら俺まで元気になっちゃった。And northward to Princeor. I should have probably brought stuff there, but we're going straight in. Screw it.戦闘を積み重ねた結果だ。
姫。もしかして、アンじゃないか。アンって、エストレーガで助けてくれたキャラバン一家の女の子？行ってみましょう。ただのキャラバン隊のようだが、見られた以上仕方あるまい。処分しろ。What?使いごときに我がゼロ部表皮が破れるなと。これがソーマの結晶騎士の力なのか。おい貴様。はい。貴様バレイア教徒の身にありながら結晶騎士に関して提供できる情報はこの程度か。貴様のデータ間違いではないのか。違います。こいつらは帝都の教会で暴れた民間の総末会どもなんですよ。あら、お話し中すみませんけど、どうして教会の方が軍とご一緒なのかしら。聞くぞ。どうやら教会に内通者がいるみたいだ。大丈夫か。破損箇所があれば申告しろ。通常行動に支障はないようだな。ありがとうございます皆さん。なんとお礼を言っていいか。私たちはプランスールに行こうとしていただけなのに、突然兵士が襲いかかってきて。軍が私たちのような商人まで襲うなんて。今プランスールはヤバいんだ。引き返した方がいいと思うよ。てか、本当は僕も引き返したい。それはできません。教会の救護員に特別な治療薬を届ける依頼を受けているのです。薬を待っている患者さんのために。一刻病気の人のために薬を。そっか、
わかったよ、オーブさん。じゃあ、物騒だから一緒に行こう。よし、身元は確かなよ。通れ。軍の封鎖に対抗して、教会も検問を始めたみたいね。まさに臨戦態勢ってわけ。ってことは、教会に喧嘩を売った僕らじゃ入れてもらえるわけないよ。ここは思い切って帰ろう。自分は強行突破でも問題ない。大丈夫ですよ。皆さんの身元はうちの従業員として私が保証します。でもそれじゃオーブさんたちを巻き込んじゃう。いいえ、せめてもの恩返しですから。でもクンサイトさんは目立ちますね。この中に身を隠せるだろう。え、その2は四面石で凍らせた特殊な治療薬なので凍傷になってしまいますよ。自分なら問題ない。うん、キャラバン商人のオーブだ。随分と人数が多いようだな。はい、おかげさまで商売がうまくいっておりまして従業員を増やしました。オーブは古くから教会に出入りしている商人だ。信用してよかろう。通れ。待て。一応荷を改めさせてもらうぞ。それは今回の荷は特別な治療薬でして四年石で凍らせてあるのですが、釣りなら見せてもらって構わんな。まさか武器や帝国軍の兵士を隠しているわけでもあるまい。この薬は一度荷を開くとダメになってしまうのですが、ご命令ならば従いましょう。どうぞ存分にお調べください。私もバレイヤ教の信者、教会の救護院で薬を待つ私の娘が苦しみ続けようとも神の試練として受け入れます。イネス、子供がいたの？いいからバカ、お前は黙ってろ。ご婦人の娘が教会の救護院に。はい、難病で寝たきりなのです。この薬なら娘の笑顔を取り戻せるという希望にすがって無理を重ねてここまで来ました。仕方ありません。ただ母親として娘の苦しみを代わってやれないことだけは神をお恨みしてしまうのです。どうかお許しください。ご婦人、それは親として当然の思い。神もきっとお許しくださるはずだ。行け、早く薬を娘に届けてやるがいい。ありがとうございます。案外簡単に取れちゃったわね。She knows how to workher skills. 平気であんな嘘がつけるんだから女って怖えよな。俺てっきり本当にイネスに子供がいるのかと思ったよ。あら、あんなのは大した嘘じゃないわ。自分自身を騙す嘘に比べれば。この程度なら問題ない。では皆さん、私たちは救護院に薬を届けに行きます。お世話になりました。こっちこそありがとう、オーブさん。
体大事にしないとダメだよ。アンも注意しろ。お前の戦闘力でゼロム兵に向かっていくのは無謀すぎる。よし、俺たちはまずカルセドニーの居場所を突き止めよう。メテオライト、生徒にまでやってきたか。でもチャンスじゃん。あいつらを証人として捕まえればさ。隊長が陛下を傷つけちゃったのもスピルーンが暴